信があるという小田さんですが、現在のお仕事は報道部のデスク、つまりアナウンサーではないんです。しかしどうしても今回の歌謡大賞に出場したいと担当ディレクターも巻き込んで強引に予選に出場。見事本選出場を勝ち取ってしまったんです。アナウンサーではないんですけども、一人でも多くの人にこの歌声を届けたいと思っております。一生懸命歌いますのでどうか聞いてください。そんなアナウンサーじゃないのに頑張りや小田さんが歌うのは29番北海道文化放送。